こんにちは。こんにちは。じゃ久しぶりです。だいぶご無沙汰してますか。ご無沙汰。はい、忙しくて。まあそうですね。なかなかレースもあって忙しくて、はいはい。なかなかちょっと忙しくて取れませんでしたが。はい。まただいぶお久しぶりになっちゃった。これね、DRZ400、はい、のエンジン。はい。まあ、シュウ君のじゃないです。そうですね。シュウ君と同じ型のエンジンです。はい。オーバーホール。はい。いきなりですが、もうオーバーホール終わりました。もう終わっちゃった。ちょっと途中撮ろうと思ったんだけど、はい、ちょっといろいろ忙しくて。そうですね。撮れなかったんだけど、とりあえず組み上がったので、はい、なんでじゃあ組み上がったところで撮るんだよっていう。そうですね。話なんだけど、前に、はい、シュウ君の DRZ の中で言ってた、はいはい、スプロケットの取り付けられるシャフト、はい、カウンターシャフト、カウンターシャフト、ミッションのね、はい、カウンターシャフト、ミッションというのはメインシャフトとカウンターシャフト、はい、カウンターシャフトを交換しました。もともとは、はい、焼き付き、はい、エンジン焼き付きの症状で、うん、はい、エンジンオーバーホールだったんだけど、はい、焼き付いた原因は、はい、これね、これな、焼き付いてます。あ、すごいですね。焼き付いて、さらにシリンダーのメッキが剥がれてます。あー、これですね。これペロッと剥がれて、あー、すごい。そうでしょ。これメッキシリンダー、アルミにスリーブが入ってるわけじゃなく、はい、メッキがかかってるシリンダー、はい、これが剥がれてます。はい。で、順番としては、はい、シリンダーとピストンが焼き付いたってなるんだけど、うん、でもね、シリンダーとピストンが焼き付いたんではなく、はい、コンロットが焼き付いたんですよ、はい、これがね、コンロット。コンロット。で、ここの中に、ベアリングが入って、ビッグエンド。ビッグエンド。で、それが完全に破壊されてます。はい。ビッグエンドのニードルがもう無残な粉々になってます、はい、でピンも当然焼き付いて、はい、でコンロットももう当然焼き付いちゃってる、うん、もう使えるものじゃないので、ね、ここが焼き付いたので、はい、ここがロックしちゃうと、はい、こういう回転でピストンが下がっていかなきゃいけないのが、こういう風にロックしちゃうと、まあ、叩いちゃうんだね、うん、でこう要は回転して下がろうとする前にこういう動きになっちゃうから、横の動きになっちゃう、そうそう、叩かれちゃう、はい、ので焼き強く当たって焼き付いてしまうっていう症状なので、うん、一発目に壊れたのは絶対ここなんですよ。確かに。ここが焼き付いてここが行くんじゃなくて、ここが壊れたからここが行くんですよ、うん、なのでシリンダーまで行っちゃうと、はい、ピストンもシリンダーもまあ交換になっちゃうんで、まあ、あとコンロットこの後もダメになってね、高くつくんで、はい、ここのベアリングをある程度の距離で変えてあげた方がいいですよっていう、うん、そうですね。これだけ大きいピストンが、だって 400cc 短気筒だから、はい、まあパワーは結構受けてるってことですね。そう、これだけでっかいピストンがドーンって動いてるんだから、はい、だってさ、4気筒だったらこれが4分の1ずつになるわけだから。確かに。ちっちゃいでしょ。一個一個のエネルギーが小さいでしょ。そうですね。ゼファーとかのコンロット、まああれはメタルですけど、見るとちょっとちっちゃいなっていう感じ。ちっちゃい。これだけでかいものがどっかんどっかん動いてるから、このベアリングの負荷は、やっぱ結構でかいんで、まあ4万キロとか、うん、わかんない。その距離は何キロとは言えないけど、はい、4万キロとか、5万キロとかそれぐらい走ったら、交換かなっていう。うん、まああと乗り方によっても乗り方とか、オイル使ってる、オイルとかね、あ、使ってる、オイルもだから3000キロ、はい、ぐらいに1回は変えたいよね、ちゃんと、2500から3000ぐらいで変えたいよね。でエレメントもちゃんと変えてみたね。それをやっぱ4000キロ5000キロ乗っちゃう人とかは気をつけた方がいい。あ、そう、ね、これなっちゃうから、こうやって、はい、これはだいぶ痛いよ。確かに。でまあこういうことか、結構いい金額かかっちゃいますからね、うん、だってこれで俺だってエンジンの洗浄だけで数日かかってるからね。確かに。この粉砕したこいつが、この粉がね、あちこちに回っちゃって、回っちゃって、当然ね、これだけ交換しました。はい。ベアリング類も全部変えました。ミッションからバランサーから全部。まあそれはもうもちろん使い物にならないですね、はい。使い物にならないんでね。全部変えて、で
通路、ケースにもいっぱい通路があるから、まあはい、オイルラインと言われる全部洗って、はい、でもねちっちゃい歯ブラシじゃないとなんか洗い湯だけ流してても落ちない固まっちゃってるやつとかもいるから、うん、歯ブラシとかでコシ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 やんなきゃいけなかったりとか、でその後パーツクリーナーとかで、そうパーツクリーナーでエアーで飛ばしてとかやって、全部綺麗に洗わないと、だってフィルター見るとわかるけど、もうほらなんかちょっとキラキラしてるでしょ、カスがちょっとなんかあのおしゃれなおばちゃんの目の上の感じになっちゃう、キラキラになっちゃう、そんな感じになっちゃう。でね、オイルポンプ、オイルポンプ、これも当然トロコイド式のオイルポンプなんですけど、はい、そのトロコイドもやっぱりね結構傷がちょこちょこついちゃって、ああやっぱ一応そこ磨いてギリギリ動くようにはなったから、はい、まあ、そこ洗って磨いて、はい、まあ、そこまでひどい感じではなかったから、はい、でもやっぱ普通よりは傷あるなって、うーんなるほど、一応全部磨いて、はい、でまあ、リューターにバフつけてこう全部磨き上げて、うん、まあスムーズには動いたからまあ大丈夫かなっていう感じ、はい、うん、でそれでね、これがカウンターシャフト、はい、ミッション、はい、こっちにメインシャフトがあってクラッチがあって、クランクの回転をメインシャフトに伝えてギアの回転でカウンターシャフトが回ります、はい、これにスプロケがつく、うん、ここ、これがこれが噂の折れるやつ、はい、肉見てもらうと薄いっすね、薄いよね、で対策部品、はい、もう普通に頼むともう対策しか来ないらしいから、はい、対策はこちら、あ全然違いますね、こういう、うん、全然違う、見える、全然もう全然違いますよ、なんか本当に別部品なんじゃないかっていうくらい違いますね、そうでしょ、これだけね、はい、中がこれ中空だからここのネジが折れちゃうね、はいはい、でこれがもうこれね穴じゃないんだよ、これあのセンターのなんかちょっと打ってるだけ、はい、なんかほぼ無垢ですね、はい、だからこれに変えてあげないと危ないですよっていう話なので、うん、まあ多分話してて思ったのは、まあ、メーカーは結局インパクトで緩めたり締めたりしないから、まあ、まあねそうだねっていうことなんじゃないかっていう、うん、だからリコールに、うん、規定トルクでやってればまず折れないだろうっていう、多分まあただそれだと困っちゃうから、まあ次からこれにしといてあげるよみたいな、まあ、だからやっぱり整備する人なんかもうこういうとこはだインパクトでブランってやっちゃうから、まあそうですね、だやっぱオーバートルクだったりとかねそういうのもあるからね、確かに、でもちょっとそれにしても俺は、はい、薄いし、なぜここをこんな中空にしたのかなって、もう別にここ中空じゃなくても別にそんな変わらないでしょここは、まあ確かにそうですね、なぜここ中空にしたっていうのは俺はちょっと疑問、しかも肉薄いから、うん、だってネジの深さで言ったらほんと数ミリしかなくなっちゃう肉が、確かに、だから設計ミスなんじゃないのって気がする、で途中であーって気づいたんですよいやこれ割れるよ、これ良くないっつって思ったの、なんでだろうね、はい、まあシュウ君のもそのうち折れるだろう、まあ折れたらまあ残念でした、うん、折れちまえって言った、まああいつのスプロケ交換の時はあいつに緩ませるけど、あーそうですね、お前が緩めろっつって、確かに俺たちがこうやると折った折った折ったって始まるけど、まあでもねこれもね値段はねそんなに高くなかった、ああそうなんですね、うん、今現在の価格で8000いくらとか、あ、じゃあそうでもないですね、そう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 、 DRZ 意外と、はい、まあまあ良心的な部分は結構ある、だクランクのほら、うん、コンロットとかも出るじゃん、確かに確かに、これ普通出ないもん、非分解です、ね、非分解じゃん、よ出る、確かにコンロットもピンもベアリングも全部出るから、うん、おすすめです、確かに、優しいバイク、優しいバイク、壊れること分かってんじゃないかちょっとあの設計の段階分かってるのかもしれない、分かってるかもしれないね、でもまあいいんじゃない、うん、いいバイクだよねこれもね、そうですね、あのシートが硬いらしいけど、シート硬いし、俺とか足つきがちょっとあれなんで、足つきでも元々平気じゃない、まあ元ただちょっとツンツンになるなっていう感じ、ツンツン、なるほどね、でもまあいいバイクだと分回せるし、でなんかここのベースガスケットも、はい、なんか薄いタイプがあって、あ、そうなんですよ、へえ、
選べる。そうなんですか。まあでもこれいいバイクっす。いいと思います。シュー君のが壊れないことを願って。そうですね。でも折れない人はずっと折れないみたいな、うん、まあ運じゃないですか、日頃の行いが。まあね、この人だって実際ね、この距離まで折れてないんだから。ああ確かにそうですね。一応か、あ、開けるなら変えてくれっていう。まあそりゃそりゃそうですよ、ね、話だけど割れてないからね実際。で割れた人はもうかなり多いみたいな。じゃあシュウ君の日頃の行いによってはいやあいつはダメだよ。ダメなんですか。ダメだ、ね、確かに割れなくてもダメだよ。割れなくてもダメ。まあそのうち割れるでしょ。はい。でも大体もうこれの交換の手順はなんとなくもう大体分かったから、はい、そんな難しいエンジンじゃないです、うん、まあ短気筒です。そうで、クランクのオーバーホールはユータチャレンジの方で。ああそうですね、ユータ選手レース報告しながら。あ、そうそうそう、レース報告もしながらのユータチャレンジで、クランクのオーバーホールを やってます、はい、だからこのブラブラブラってベアリングが出てくるところが、あ、そうですね、ユータチャレンジの方で、はい、公開されますので、はい、同時公開なので、はい、こちらのこちらに概要欄に書いてあります、はい、ありがとうございます。ぜひ見てください。いやでもそろそろ Google の収益でね。あ、そうですね、ちょっと美味しいもんくらい食えるようになりたいなっていうのがあるんです。振り込まれないといけないから。そう、全然大変なんですよあれ。振り込まれないから。そうです。そんな感じで今日はもう組んじゃったからあんまり、まあそうですね、作業的なあれはないんだけど、クランクの方の動画はゆうたの作業の動画、まあそうですね、まあもしシュウ君の開けるってなっても俺がこう、そう、いい感じでやる。そうだね、シュウ君のいい感じで。まあ短期とだから簡単っちゃ簡単だけど、まあそうですね、まあでも新出しも含めてやってますので、はい、ぜひこのまま続きでゆうたチャレンジ、あ、そうですね、見てもらえれば、はい、はい、まあまたこれからも動画ちょっと熱くなる前に、そうですね、取って、で今年は今年はそうですよ、エアコンを入れる予定なので、入れる予定じゃない、買ったからな、もう買ったんで、買ったんで、なんでもう最強になれる、無敵っすよ、涼しいんじゃないかっていう、まあスポットだけどね、まあでも強烈なやつね、でかいやつ買ったから、だから作戦もしスポットその単体で冷えなければスポットを直接服につなげばいいんじゃないか、宇宙服みたいにしよう。まあ一応この上とかにダクトでこうできるように、はい、ちょっとねデカめのやつを、業務用のデカいやつを頑張って買ったんで、はい、今月中に設置して、そうですね、夏をそれでうまく乗り切るように、はい、夏も動画が撮れるように、シュウ君にちょっと手伝ってくれる、シュウにやれっつってという感じなので、はい、ぜひともユータチャレンジの方をこのまま見てください、見てください、レース報告、レース報告もある、ツーリストのつくばツーリストトロフィーの第一戦結果、そうそう、もう、まあ、知ってる、結果を知ってる人は知ってるかもしれないですけど、その内容だとか、まあまさかのこんなことになるとは思わなかったからね、そうっすよ、まさかの、いや俺はちょっとなるなって思ってましたけど、雨のレースで、まあまあちょっとお楽しみ、そうっすね、はい、ぜひともお願いします、はい、じゃあ今日は以上で、ああ、こん、何にもしないで、また喋りたいな、はい、ありがとうございます、じゃあありがとうございます。はい、